っぱベースのその面白さっていうのはどこにありますでしょうか。ああまあでも曲の大体アレンジですかね、はい、うん、アレンジどういう曲かっていうのはもうベースで決まるみたいなところがあるんで、それが楽しくもあり、ね、重荷でもあるというか、そんなベースみたいな感じ、ベースで結構決まりますよね。ドラムとかギターとかじゃなくてベースのパターンとか音の長さとかで大体その曲のアレンジっていうのが大きな骨格っていうのがどういう曲かっていうのが決まってくるっていう、そこがまあね楽しいというかね。ギターとか上物だけではどうしようもね、なんかできないところありますもんね。そうですね。ベースの面白さやっぱりそこに。やっぱギターガシャガシャーンってやっててもベースがドーンスッドッドーンってなってたら多分ニュアンスはそっちに寄ってくると思う。そうですね。曲のニュアンスって。なるほどね。ベースがクリーンでチャカチャカ、ギターがクリーンでねチャカチャカ弾いてのベースがズドドドドドって弾いてたら、やっぱちょっと8ビートロックって感じになるっていう。ね、そういうのを思ってみたり、思わなかったり。思わないこともあるのかい。思わないこと言ってるのかい。そう思います、ね、思います。すごく思います。なるほどね。ベースそうですね、はい。やっぱ曲のね、骨格を決める楽器ですからね。間違いなくね。そうですね。本当そうですね。